はい、皆さんこんばんは。SPW ワークスのリュウです。久しぶりです。前回ですね、エポキシレジンを使った、ビーチアートワークというのを、皆さんにお知らせ、お見せいたしましたが、挑戦された方はいますでしょうか？またですね、コメントの方に、質問ですとか、感想ですとかをお寄せいただければありがたく思います。ですね、今日はですね、ちょっとまた、ウッドワークでもスピーカーワークでもないんですけれども、ちょっと違ったもの、こちらですね。じゃじゃん、見えますでしょうか。アクリリックペイントを使った、アートワーク。こちらをですね、皆さんに、またご紹介していきたいと思います。それでは最後までよろしくお願いいたします。改めまして皆さんこんばんは。 SPW ワークスのリュウです。ですね、先ほども申し上げました通り、今日もですね、ちょっとウッドワークとはまた関係なくはないんですけど、思考を変えた、こちらのですね、アクリリックポアリングアートというのも、皆さんの、一緒にやり方を見ていきたいと思います。ですね、こちらは、ご存知ない方はですね、アクリルのなんかね、実は表面に前回使ったエポキシレジンの、コーティングをしてありますので、こう画面とかですね、この反対側のものがですね、照明とかが映り込んでしまってるんですが、ですね、こうアクリルのペイントを少し薄めてですね、それをこう吹いて散らすことによってこのような効果を出してます。まあ今から詳しく見ていくんですけれども、で、乾いた後に先ほど申し上げました、エポキシのレジンを表面に、流しかけることによってですね、このようなちょっと光沢のある表面に仕上がってます。色もすごくいろいろとね、なんかね、光が映り込んで見えにくいですよね。まあ、こういう感じに、ね、ちょっと変わったアートに仕上がりますので、皆さんどうぞ最後までやり方をご覧いただいて、ぜひ挑戦されてみてはいかがでしょうか。それでは早速作り方見ていきたいと思います。それではですね、今日使うものを少し見ていきたいと思うんですけれども、アクリリックペイント、アクリル絵の具ですね。まず色をつけるのに使うのはですね、こういった、アクリルの絵の具売ってます。このようにチューブに入ったものもあればですね、こういう、こういうジャーに入ったような、ものもあります。もっと大きいの。結構ね、量を使うんで、これぐらい、大きいか、ものを買った方がいい場合もあります。よく使う色なんかは、ね、すぐなくなってしまうので、こういうのを購入した方がいいかもしれません。で、まあ、見たことない方のためにちょっとお見せしますと、まあ、中身はこんな、ペンキ、水彩絵の具ぐらいの感じですかね。結構、こってり、感じの、コンシステンシー感触です。これをですね、こちらクロートロールというですね、こういった絵の具を薄めるための液ですね、を使って薄めてですね、さらにお水なんかでも多少ですね、流動性ですね、を調整することによって、うまくこういう、吹き付けた時の効果が得られるように、します。で、ちなみにこのね、セルって言うんですけど、こうプクプクプクっと泡みたいになってる部分が
ありますよね。こういうふうに、こういうふうな効果っていうのもこのフロートロールを、使うことによって得られます。水だけで、パックビール絵の具を進めるとなかなかこういった効果が得られませんので、フロートロールを使うことを、もしねこういうふうな、セルの効果を得たい場合はですね、ぜひ使っていただくことをお勧めします。今回はですね、これは普通の何て言うんですかね、油絵なんかに使うような布のキャンバスを、用いています。まあ、もともとこのただの白いキャンバスなんですけど、これがですね、確か30センチ ×40 センチぐらいの、4対3の、キャンバスを用いて、この上に、先ほどの薄めたアクリル絵の具を、広げるような感じになってます。では早速作っているところの映像を見ていただきたいと思います。さて、このようにですね、まず、キャンバスの上に白地の下地になる部分ですね、こちらを敷いていきます。薄くまんべんなく広げてですね、さらに、キャンバスを少し傾けてですね、全体に、白いこのペイントが、絵の具が行き渡るようにします。その後ですね、この周りの部分ですね、エッジの部分にもちゃんとペイントが行き渡るように手で拭いていきます。この下地とペイントがですね、全体にうまくまんべんなく流れていないと、綺麗な、ペイントが広がりにくくなりますので気をつけてください。ではこれから、色の入った部分をのペイント同じようなコンシステンシーで作ってありますが、こちらを広げていきます。形はまあ何でもいいんですけれども、全体に広がりやすいように今回はこういった S 字の広げ方をしました。青色、オレンジがかった色、それから、ゴールドですね、ゴールドの入ったものと、こちらの最後の緑のやつ、まあ、順番もそんなに関係はないんですが、好きなように、広げてきてもらいたいと思います。ペイントが広がり終わりましたら、こうやってですね、息を吹きかけて全体に、ペイントを広げていきます。この辺はもう完全に、経験とあとはセンスですね。どの辺の色をどれぐらいこっちに広げるかという、息の吹き方ですとか強さ、吹く方向などによってですね、このペイントの広がり方が全然違ってきますので、皆さんまあ工夫してやってみてください。少しですね、こうやってですね、細く広げたいときはストローなんかを使って、吹きかけていくと、もう少しですね、細かく定まった方向に絵の具を広げることができます。ある程度できるとですね、もうあとは本当にセンスで、どの辺にどういう色が欲しいかっていう広げ方をですね、皆さん工夫してもらって、いろいろ試してやってもらいたいと思います。私はちょっとですね、この時まだこの辺の色が足りないかなと思ったので、少しですね、また絵の具を増やして垂らして、それからまた吹きつけるようにしました。あんまりですね、やりすぎると、失敗してしまうというか、後で後悔してしまうことがあるので、まあ本当にいろいろと経験、いろいろ試してみてだんだん分かってくる部分ではあります。これでですね、基本的には完成です。完成しますと、ヒートガンを使ってですね、気泡を潰していきます。やっぱり気泡が残っていると見にくいですので、気泡を潰していって、あとは乾燥させれば完成ということになります。でこれがですね、2日ほど置いて、まあ、完全に絵の具が乾いた状態です。表面クローズアップしてご覧いただいています。
わかりますでしょうか。なかなかですね、この色のブレンド具合、まあ、色のチョイスとか、このやはり吹き付け具合、広げ方でですね、全然変わってきます。さて、いかがでしたでしょうか。この作り方、ご覧いただけたでしょうか。まあ、先ほども見ていただいた映像の中ではですね、これが、バーッとこう広がって、そこまでだったんですけれども、その後ですね、1日2日ぐらい完全にこの絵の具が乾くのを待ってですね、それからですね、前回、使っていた、エポキシーレジンですね、樹脂を使って、これをヒャーッとこう、表面に流すことによって、薄い、こう、ピカピカの、ね、プラスチックのような、グロス効果が得られるような、コーティングをすることによって、またちょっとですね、色合いがちょっと変わって見えますし、それに、なんていうんですかね、この辺の、どこかな、見にくいですかね。なんかまたこの光が映り込むんで、わかりにくいんですけど、この辺のですね、金色を使ってる部分ですね。この辺とかの、こう、光沢具合っていうのが、まあ、ちょっとこれでわかりにくいんですけど、このコーティングをした方が綺麗に見えます。ので、まあ、そのままでも乾かして全然大丈夫なんですけど、ぜひこのコーティングをすることによってまた違った見え方もするので、まあ、皆さんいろいろ試してみられるといいかと思います。作り方、まあ、簡単にお知らせしたんですけれども、何度かやっぱりね、挑戦しないとできません。私も何度かやって、何度か失敗して、ようやくなんとなくこれぐらい、まあ、自分で言うのなんですけど、様になるぐらいのものができるようになりましたので、ペイントですね、ちょっとね、いっぱい使うんで、ちょっと初めはケチケチしてしまうんですけど、そんなことをしてると、本当にね、全然足りなくなってしまうので、ぜひこういうね、大きいやつを買って、もう、ふんだんに、ケチケチせずに、使って、いろいろ試して、見るのが一番、いいんじゃないかと思います。またですね、ご質問とご感想などありましたら、コメント欄でお寄せください。では、本日も最後までご視聴ありがとうございました。